ゴルフネットワーク。もともと難しかったんですけども、解消を経てより難しくなりました。難易度が一番ということで、でティーショットからまず右のバンカーが大きく口を開けて待っているので、そこがプレッシャーになります。もちろんラフに1回ラフに行ってもいけないので、それもプレッシャーになるので、正確に自分の飛距離を把握してフェアウェイのどこに打っているのかというのがまず選手は難しいです。でフェアウェイからまずフェアウェイをキープすることが大事なんですけども、でフェアウェイからそのピンもすごくこうグリーンも回収したのでアンジュレーションがあるんですね。なのでピンが切ってある同じ面に乗せないと、もう本当にこう簡単にスリーパットもしてしまうので、セカンドショットの縦の距離、横の方向性、そこも問われる難しいホールになってますので、ここもティーショットからぜひグリーンのホールアウトするまで見ていただいて、ここでバーディーを取った選手にはより大きな拍手をいただけると嬉しいです。